こんばんは、レイブラストチャンネルのあるちゃんです。今日はゲームセンターにね、このよく置いてある釣りスピリッツをやってみたいと思います。このゲーム、私ゲームセンターでめっちゃ好きなんですよ。もう子供、周り小学生とかの中で普通に一人大人でやってるんですけどめっちゃ面白いんですよ。これやってあげること、やったことある人やりますかね。めっちゃ面白いんですよ。よし。OK。リール回して、スティックで浮き投げる方向を決めて、おー、いいですね。本格的。お、ほんまにゲームセンターのまんまですね。上から視点。チョメダル。Y か X。おお、すごいすごい。もう本当にゲームのまんま。メダル1000枚もあるやったー。とりあえず、いっぱい入れとこ。必殺技使わなあかんからね。で、300枚ぐらいにしときましょうか。はい。じゃあ、まずはノーマルロットで。これゲームやったことある人やったら多分何のことかわかるんですけど、一応このロットがいろいろあって、メダルが5枚10枚とかで、こう枚数が多ければ多いほど釣れる確率が高くなる、なんかレアなものとかも釣れるみたいな感じです。とりあえずでもノーマルでやっていきます。え、めっちゃ楽しいんですけど、私このゲームめっちゃ好きなんですよね。あ、なるほど。メダル1枚消費で必殺技、こんな感じでダメージをね、与えるんですよ。あー、全然あかんかった。今ちょっとすごいクラス来てるんで、じゃあ10枚で。おお、来たー。ビリ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 、いけるか、頑張れ枚数がメダルに余裕が、あああかんかった。メダルに余裕があるとめっちゃ必殺技使っちゃうな。こっちか、えい、こーい、おっしゃー、いけいけいけー、おっしゃーあー、釣れへん。あ、来た来た。え、40枚しかもらえへんやん。損ですやん。20枚使って、必殺技もいっぱい使って。これね、本当のゲームセンターやったらもっともらえます。多分、モンスタークラスとかやったら、多分300枚ぐらいもらえるかも。わあ、サメや。よっしゃ。混ぜた。こいこーい。これ多分見えてないですけど、私、リール回すみたいな感じで、右手をぐるぐる回してます。あ、キバゲット。あー、無理。ん？ウルトライシゲット。はい、OK です。ガーン、えい、あっしゃー、あ、30秒しかない、頑張れ。ダメージダメージ、必殺技、あ、やった。もうほら、50枚しかもらえへん。ゲームセンターやったら多分300枚ぐらいもらえるえい、誰か来てー。はい。よいしょ。12枚。結構ね、このゲームセンターでやった時に、
あのメダルを増やすのにすごいいいんですよ。使い放題、必殺技使い放題って言っても実質使い放題みたいなもんですよね。あ、はい、体験版はここまでということで、ちょっとね短かったですけど、あのゲームセンターに行った気分になれました。最近やっぱりコロナのことがあってゲームセンターとかも行かないようにしてるので、もともとそんなに行かないんですけど、たまーに本当にたまに寄ったりとかする時があって、その時はこのゲーム必ず遊んでます。めっちゃ楽しいんで、もしやったことないっていう方は一度やってみてはどうでしょうか。はい、じゃあちょっと続けて違うゲームもしちゃおうかな。体験版もちょっと今撮ってきたんで、どれ買おうかなっていう感じで今いろいろ物色してるんですけど、じゃあこれでちょっと待ちましょうか。体験版のピクセルクロスアドベンチャーをやってみたいと思います。はい、カットカット。マトリックス博士はどこ？今彼の出番なのに。あのパワーパフガールズみたいな感じの絵のタッチですね。スコアちゃんだよ。ピクセルゲームのヒーローかつアンドロイドのいい感じのすごい女の子。君がやったの？ピクセルの穴があるべきところに作ったのかって？私のせいにしないでよね。誰かがまた外をピクセル化して回ってるらしい。ロジックパズルで世界を元通りにするかどうかは君次第だよ。すごく大変そうなんだけど。そこのピクセルの雲に近づいて A を押してみて。聞かない。ピクセルって、まあ、ピクロスとかもよく言われてますけど、あの数字が書かれてるやつなんですけどね。こういうとこでいいかな。プレイする。ヒントはなしでいいかな。スタート。そしたらピクロスもしかしたらやったことない人いはるかもしれないんで、ちょっと説明しながらやっていくと、例えば今この横の8やと 1,2,3,4,5,6,7,8、 この横が10マスあるうちの8の部分は必ず左から見たらここまでが8で、右から見たらここまでが8ですよね。ってなるとこの間の部分は埋めることができて、あと残りはこっちに2つのここまでの8か、もしくはここからここまでの8、ここまでの8か、この2つ埋めたここまでの8になるので、この間っていうのを埋めていけるんで、こういう風に埋めていきます。例えばこの縦の7やったらここまでが7で、すでにここにもう黒くなってるんで、ここは埋めて、で仮にここからここまでの7やった場合は、数字と数字の間は必ずこういう×が入るので、もしここまでが7やとしたらここに×が入って、ここから 1,2,3,4,5,6 で、この下から見たらここまでが6なので、ここの間が埋めれるようになります。でこういう風にしていくと、勝手にこの横の位置がもうグレーになって消えてくれてますよね。もう1になってるんで、これは×で消しちゃいます。この×で埋めていくゲームみたいな感じですよね、逆に。でこう見た時に、次上の4、縦の4の部分がここがもう3マスしかないので、ここに4が入ることはないんで、これは消しちゃいます。こんな感じで消去法みたいな感じでやっていきます。これも8やからここまでが8で、これ縦に見た時に111やから、これも数字と数字の間には必ず×が入るので、1と1は消せる。で残りの1がここに入るか、ここに入るか、もしくはここにも入るかもしれないんで、この辺はまだ置いときます。こんな感じで消去法で消していくような感じのゲームですね。でこれ横の5なんですけど、ここから1,2,3,4,5
でこっちから見ても1,2,3,4,5なんでこの2マスは確定してて、残りがこっちなのかどこなのかっていう感じですね。でこの3に関してはもうここから数えたら 1,2,3 なんで、ここに来ることはまずないですよね。これも 1,2,3 なんで、ここは絶対に来ないです。ピクロスね、私もすごい好きで、多分一生やってられるんじゃないかなっていうぐらい好きなんですけど、ピクロス好きな人おられますかね。もうスマホのアプリとかでもずっとやってます。もう暇つぶし、例えば電車でどっか移動するときとか、もう今はねコロナなんで全然電車乗ることないですけど、電車でどっか移動するときとかずっと触ってます、このピクロス。しかもデータ自体も軽くてすぐ遊べるんで、暇つぶしにぴったりですよね。でこんな感じにしていくと、喋りながらやると難しいですね。でこの横の112のとこなんですけど、今こういう風になってるんですけど、最後が2なんで、これが2の一つですよね。こっちの2なのかこっちの2なのか、なんでこれは必ず1なので、ここはもう、あ、間違った、これで1は1で消せます。これも一緒、11で2で、これももう×がここについてるんで、横の2はここで確定で、この3はこっから1,2,3、これね、ここにチェックついてるんで必ずここにつきます。であとはこっちなのかこっちなのか、こんな感じでね、これも2212の2が埋まって、面白いですよねピクロス。すごいなんか暇つぶしにもなるし、こう頭がすっきりするというか、これもいらないね。この4はここにチェックがついてたんで、こっから見たらここまでしか4はないんで、ここ×にしました。でこの232のところに、ここは例えばここから12で点123ってきた時に、もう2が入るスペースがないんで、これは必ず3なんですよ。わかりますかね。ここから12点123点なんで、もう2がここ確定で、縦の4が確定で消す。でここ一マス埋まったから、この8がこっちに一つずれて、でこれは1,2,3ここですね。でこれ2,2,1のこの2が消えて、2,2で1,2のこれが2ですよね。でここがもしここにこういうこう2になっても、このここは必ず×になるんで、ってなるとここの1が確定で、横の4が1,2,3,4、ここまでしか来ないんでここ×、でも1,2,3,4なんでここ×ってなると、この6の部分が1,2,3,4,5,6、ここまで来ることがあるんで、あとはここの1なのかここの1なのか、でこうすると縦の横の8が消えたんで、ここも×で、縦が4なんでここに入ることはないんで、ここも×で、ここから1,2,3,4で、こっちから1,2,3,4で、横の1,1,2が消えたんで、ここはもう×で、この横の2も必ずここからもう1,2しかありえないんで、ここ×で、あとは3がここなのかここなのかですね。こんな感じで埋めてって、11
21。でこの辺からね、ちょっとどうなってくるかなって感じなんですけど、1、1、1の2、3、2、1、2、3、4、これも2ですね。ここ2やからここバズになってこうなって、なんかこれ作ってると大体 A の雰囲気が見えてきて、何を作ってるかっていうのが分かってくるんで、それでこう当てずっぽでポッと押した時もあるんですけど、この絵全く分からへんなこの絵全く分からへんな全然読めないですね。まあそういう読めないパズルの方がやりがいがあって楽しいんですけど、ここまで読めへんのもなかなか珍しいっていうぐらい読めないですね。難しいぞ。231やがこれね。で、21のうちの2でこれで。で、221やが221でしょ。で、23。何の絵やろ、これ。これも2ですね。でこうするとこっちがもう×になってるから 1、2、3、4、5、6、7 でここ点入れて6と、で1、横の1、1確定で、でここも2、縦の2が確定で、でここ3のとこ1マス増えたからこっちに行くことないんで、ここ消して、でここ横4がここありえないんで消して、でここ4確定して、でここも確定して、そしたら5が1マス増えて、でここも縦の2はここしかありえないんで入れて、で横の3これで終了して、で231のここ3が確定して、でここ×になったから横の23の3がここで確定して、で縦ここ確定して、ここも×確定の、縦の6確定、横の8もこれで終わりで、縦の4がこう、なんか歯医者さんみたいになってる歯医者さんのなんかこんな感じじゃないですか。そうで、この辺ぐらいからもうどこに行っても数字としては当てはまる可能性があって、縦が11残ってますよね、ここで。横の5なんかここに入ることもありえるしって考えてくるんですけど、そうなった時にこういうのって大体左右対称やったりするんで、このこことここが入ったりするんですよ。でこういう風にできた。あ、カメラやったよね。あ、ライトか。 OK。 11分、まあまあちょっと時間かかっちゃったかな。あ、こういう風に、おお、すごい、なんか全然今作った感じとは違うレベルの本格的なライトになりましたね。さあ、こんな感じで、個人的にはこのピクロス大好きなんで、もう一生やってられるから、もうずっと見てられるんですけど、多分見てる人からしたら退屈やと思うんで、暇な人だけ見てくださいよし。あ、これは6マス作って、それで全部が出来上がるタイプかな。そうで、このマスが、まあ、今縦に10マス、横に10マスなんですけど、例えばこれとか2とか1とかじゃないですか。すごい埋めづらくて、どこになるか全く読めないんですけど、こういう時は必ず数字の大きいものから、例えば7と2。7と2ってことは、もう×を間に絶対入れないといけないんで、そうなると必ず10マスになるんで、もうこれは確定で、こんな感じ。7と2ですよね。
4と1と3とかもそうです。1234点1点123、こんな感じで10マスに対して入る数字のその数って決まってるんで、こういうのはやりやすい。でそしたらこの一番端っこを埋めると、この必然的にここからもう1234とか1234っていう風に、もう下が決まってるとめちゃくちゃやりやすいんですよね。これバツですしね。あれ？あ、15やね。15でしょ？で、35。35も一緒ですよね。あ、違うか。35は2マス入るから違うね。で、ここ1点。で、ここ必ず×入るんで、さっきのよりすごい簡単ですね、これは。マスも少ないし。1点。1.2123。よく聞いたら音楽もすごいなんか90年代みたいな感じの、この間やったムービングアウトやったっけな、なんか引っ越しのゲームみたいな、ちょっとポッピーな感じですよね。かわいい。あ、ちゃちゃちゃ。2からここで、で1.1.1345。これはまだこれだけでは分からへんね。6ピースのうちの1番。なんか最近のゲームってこう画質が綺麗になりすぎてゲーム感がなくないですか？あと映画とかもそうなんですけど、あの映画というかアニメの映画、なんか画質が綺麗すぎて、その CG とかですごいこう本当の人間っぽくなると、なんかゲーム感とかアニメ感がなくて、なんかこのドットとかある程度ちょっとこうカクカクしたものとかの方がゲーム感あって好きなんですよね。わかる方いはるかな。これも66ね。で11の3 2 2。でこれもここ1.1.なんで、これは必ず1ですね。これが2になることはないんで、待つ。225。で、25。25。なんか、多分、今の若い子、今の本当に小学生とかの子だと、映像が綺麗なゲームが当たり前なんで、こういうドット絵とかを見ても、逆に違和感があるかもしれないんですけど、私の場合は逆ですね。このドットのタイプの方が、あ、ゲームやなって感じします。なんかその方が可愛いというか、ゲーム感ありますよね。何やったかな、これ。なんかこの間私あの映画館でもののけ姫見たんですよ。今ジブリがもののけとか千と千尋の神隠しと、あとゲド戦記と、あと何やったっけな、もののけと、あ、風の谷のナウシカがね見れるんですよ。で早速見に行ったんですけど、ちょちょちょ、なんかあれも映像としてはすごいやっぱり綺麗というか、時代がすごい昔のものですけど、あの時代にしたら多分すごいこうクオリティが高くて、で音楽もすごい良くてって感じなんですけど、でもなんかちゃんとアニメじゃないですか。でも画質が綺麗すぎて、もう本当にこう滑らかすぎると、一気にこう現実感が湧いちゃって、
アニメ感が出ないんですよね、私的に。てれてってってて。1点、1点。1、2、3。1、2、3、4、5、6。これも全然読めない。この6ピースのうちの1ピースは何をやってるのかわけわかんないですね。いいですね。この読めなくて確実に自分の力だけでやっていける感じが良きですよ。そうそう、もののけ姫見て、なんかもののけ姫って私多分もう数えきれないぐらい見てるんですよ。多分もう余裕で100回ぐらい超えてるぐらい。まあもちろん流し見とかもありますけど、すごくずっと集中してるわけじゃなくて、何か作業してる時に流してるとか、お化粧してる時に流してるとか、そんな感じではあるんですけど、ずっと見てきたものなんですけど、映画館で見たことってなくて、多分もののけ姫が公開されたのって何年前やろ、ちょっと今わかんないですけど、でも映画館に見に行く年じゃなかったと思うんで、まだまだ。そうそう、だから映画館で初めて見て、で私久石譲大好きなんで、ジブリの音楽も含め久石譲さんがすごい好きで、あ、ルーレットしちゃった、いや、やめて、あ、一マスだけやってくれ、いえ、めっちゃヒント出されてしまった、ちょっと不本意ですけど、まあいいか。そう、もう映画館でもののけ姫まだ見てない人見に行ってください。もう絶対に、もう絶対に見に行った方がいい。もう知ってたんですけど、知ってましたよ、そのもののけ姫が最高傑作であることは。でも映画館で見るともう、あ、多分私この映画初めて見に来たなって思うぐらいの、もう感動と、何やろう、もうずっと鳥肌が立ってて、なんかずっとすごかったです語彙力。もうやっぱりジブリってもう本当にすごいんやなって、日本人の心やなって改めて感じたんですけど、なんかジブリって例えばあのナウシカじゃなくて、あとアシタカが、もののけ姫やったらアシタカがあのタタラバで、あのいっぱいなんか工場みたいなとこあるじゃないですか、タタラバでこう初めて向かった時に、あの怪我人を連れてきてあげて、言ったら恩人みたいな感じでみんなにこうもてなしてもらえるんですけど、その時にその一番最初序盤に出てくるあのたたり神、あのイノシシがね、ウニャウニャっていっぱい出てくるじゃないですか、ウニャウニャになってたたり神になって、あのたたり神の話をそこでされるんですよね。でそのたたらばっていうのは鉄砲をこう開発というか、そういうことをしてる場所なんで、やっぱマスが進まへんかなっちゃうそうしてる場所なんで、売ってやったったわぐらいな、なんか森を取られて怒りに来たイノシシに打ち込んでやったったわ、はははみたいな感じで、そのそこのタタラバの人たちが喋ってて、でそれを聞いた時に、言ったらそのタタリ神にもののけ、アシタカは呪いを受けてしまってるんで、でその真実を見に、真実を知りに、その旅というかあの集落を出ることになって、こう出てきたわけなんですけど、その話を聞いてる時に、すいませんちょっと前置きが長いですね、あの話を聞いてる時に、屋内でご飯を食べてる場所なんですけど、風も吹いてないのに髪の毛がふわーって、その時の話を聞いて、その時の情景が
こう多分たたり神が見せてるのかわかんないんですけど、それをこう見てるかのように、こう自分の感情がふわーって、怒りの感情なんですけど、そういう時に髪の毛がファッサーってなるんですよ。で、そうやってジブリの映画にすごく特徴があって、大体全部に言えることなんですけど、その感情のなんていうんやろ、動き、怒りやったりとか、なんでもその感情がすごく激しく動くときに、ジブリのキャラクターっていうのは風がない場所で髪の毛がふわってなったり、服がバタバタってなったりとかするっていうのを宮崎駿監督は取り入れてるみたいで、なんかそれも話も知ってたし、そういう描写もずっと見てきたはずなんですけど、映画館でそれを見た時になんかもうすごかったです。なんかすごい 4D じゃないですけど、風が吹いてるかのごとく感じましたね。なんかそんなのすごかったな。なんか私の語彙力が足りないばかりに全然伝えられへんけどなかなかあれは、やっぱ考えさせられる映画ですよね。なんか泣いちゃいましたよね、もう本当にこんな感じでね、どん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 埋めていきますよ。このコロナになってからやっぱり映画館ってそんなに行けてなくて、今回コロナ騒動があってから初めて映画館行ったんですけど、まあもう自粛解除されてて結構人は多かったですね。そのもののけ姫自体はもう一番最後の時間帯やったんで、多分10組ぐらい、でも1組がなんか8人ぐらいで来てる人らがいたから、まあ多分30人ぐらいですかね、もうちょっといたか。だから経済はそろそろ復活してほしいなって思いますよね。こうやっぱり私のずっとこう食べに行ってたご飯屋さんとかも閉店しちゃったりとかしてて、コロナの影響すごいあったんやなって思いますよね。幸いね、うちは J ブラソチャンネルとしては、まあ、YouTuber として今はメインで活動しているので、まあどこでも仕事ができて自分のペースでできるっていうのがやっぱり魅力やなと思いました。参加再確認しました。よいしょよいしょ、4314、あ、314埋めれたね、一番最初に。22、23の、で、ここで1234。これ何ができるんかな、このマス。あ、なんか、ん？さっきの猫ちゃんみたいなのかな。よし、そうそう、こういう風にね、5以上の数字がないときは一瞬おっと思うんですけど、これとか横45なんで、単純に数字が2つのものに関してはこの2つの数字が9になるもの、1が間に入るんで9のものは必ず大丈夫。こうそのまま打っていける。で、こうやったら1、2、3、1、2っていう風に、この辺ももう全部足したら10マスになるやつなんで、この辺も簡単。3、
333で1、これ分からへんね、まだで2の1の 2.34 で1234.3の2の 1.1 点、2.1 点の1234点の12345点の23点で31点1点で322で11あ違う違う22.2点1.3点。私映画館で映画見るのってこう相当見に行きたいと思わへんかったら見に行かないんですよ。デブショーなんでやっぱりね、ネットフリックスとかアマゾンプライムビデオとかで家でやっぱ見れちゃうっていうのがあるんですけど、今回そのジブリを今まで、逆に言ったら今までその DVD とかで見てたのに映画館に見に行ったっていうのは、まあ、それだけ自分の中でジブリを映画館で一つも見たことがなかったから見てみたいっていう気持ちと、あとは何やろ、分からへんかっちゃった。そう、あのやっぱり音響の大事さというか、音響の迫力とか、あともちろんスクリーンの大きさとか、あとは映画館の独特の匂いってないですか？ポップコーンとかのああいうちょっとテーマパークっぽい匂い、あの感じとかがやっぱりその全て五感を刺激する感じが楽しいんやなって、なんかちょっと改めて思っちゃいました。なんかこれからもっとちゃんと映画館で見ようって、なんか映画館の存在意義も感じたし、なんかやっぱね、映画って映画館で見てもらって収入があって成り立つものやから、やっぱそういうのをちゃんと経済回していかなあかんなって、そういうエンタメでも何でも、やらへんかったら見ひんかったら消えてしまうものがあるんやなってなんか思いましたね。このコロナによってこう価値観というかいろいろ考えさせられることが多いです、最近。皆さんは映画何か最近見に行かはりました？この2020年入ってからでも。ちなみに私はこのもののけ姫の前に映画館で映画見たのは何見たっけな、めっちゃ前かも、もうアナ雪とかのレベルかもしれないです。もう 4、5年前、いやそんなことはないか、多分もうちょっとなんか見てるはずやな。こうやってね、人の記憶なんてこんなもんなんですよ。よくないですね。ちゃんと毎日に意味を持って生きないと。最近ね、なんか芸能界とかでも結構悲しいニュースあるし、考えさせられます。あ、そうそう、だからそのもののけ姫にちょっと戻りますけど、もののけ姫見た時に、もののけ姫ってあのパンフレットがうちあるんですけど、あの生きろみたいなことが確か書いてあったような気がするんですけど、昔に見てそのままちょっと多分今どっかに片付けちゃってないんですけど、パンフレットはそれあの中古のリサイクルショップで買ったやつなんで、私映画館には見に行ってないんで、その当時はリサイクルショップで、あ、もののけ姫のパンフレットやって言って買ったんですけど、そうそう、その時に
パンフレットに書いてあった、なんか生きろ的なことを書いてあった気がしたのを思い出したんですけど、そのもののけ姫の作中の中で、もう生きてりゃなんとかなるよって、タタラバが襲われて、他のお侍さんに襲われて、タタラバがこう、ああ崩れていくって、で一番大きいこう火を起こしてる場所があって、その火が消えちゃうとダメなんで、もう毎日24時間ずっと火を起こし続けてはるんですけど、その部分がやっぱりこう襲撃食らってダメになっちゃうんですよ。あ、襲撃じゃないか、その時多分おこと主が首取られてこうおかしくなっちゃった時ですね、多分。で壊れちゃうんですけど、あーって、あーみたいな感じで、何やったっけ、名前ちょっと忘れたけど、その建物の名前は何々がーってこうおっちゃんが言わはるんですけど、そこのタタラバの女の人ってすごいみんな強い女の人なんで、そのあーって、あ何々がーって叫んでるおっちゃんに対して、大丈夫だよって、もう生きていればなんとかなるさって、またやり直そうって言わはるんですよ。もうそれ聞いてなんかもうすごい泣けてきて、あ、せやなって、生きてりゃなんとかなるよなって思いました。いろいろね、辛いことありますけど、本当に生きてりゃなんとかなるんですよ。その生きることが難しくてもね、逃げてもいいし、どっかね、助けてもらえるとこがあれば助けてもらえるように、もうもがき苦しみ、こうね、集大さらしてもいいから、生きることが全てやなってもののけ姫見て思いました。はい、完成。6ピースの6番何やったんやろ。あー、あ、やっぱりさっきの子やん。アンダースコア、敵をここに呼んじゃうの。ワルの悪のロボットバージョンの私？あ、製品版のゲームプレイしてみてね。ピクセル化する。かわいい。あ、これは置物としているの？ここに。あ、かわいい。あ、まだまだできるな、ピクセル、このピクロス。でもちょっとさすがに長すぎて、多分もう誰も見てないと思うんで、ここまでにしようと思います。これ体験版なんですけど、どこまで、え、もうまだ遊べんの？体験版やのに。この面は全部遊べるってことかな。わお、すごい。確かこのゲーム1000円ぐらいで買えたんで、ちょっとこの体験版全部プレイしてみて、まだ足りないなって思う感じやったら出してみようかな。はい、というわけで今日はサムライスピリッツじゃない今日は釣りスピリッツと、何やったっけな、ピクセルクロスアドベンチャーやったかな、をプレイしてみました。体験版でここまでね、できるとすごいボリューミーで楽しいんで、よかったら暇つぶしに試してみてはどうでしょうか。はい、最後までご視聴ありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。よかったらもののけ姫も見てください。それでは。